日本岡山県岡山市北区問屋町問屋町は、岡山県岡山市北区にある地名、町の名称。姿を変えた、旧事務所ビール問屋町は、岡山市北区の南西部、JR 北長瀬駅から南へ、約800メートルに位置し、セニ井ドニアと飲食店や医療、雑貨店が同居する町である。約13ヘクタールの地区には、 約50の卸売業者のオフィスと若手経営者による60以上の小売店が入居し、倉庫などを改造した店舗は現在も増加傾向にある。一帯は新しい商業スポットとして注目され、地元タウン情報誌や観光ガイドブック等のマスメディアにも頻繁に取り上げられている。飲食店はカフェ、カレー、イタリア料理、和食など現在、 約20店あるが、チェーン店は少なく、個性を生かした、個人商店が多い。約40を占める、医療品、雑貨店の中には、新規開業だけでなく、市中心部から移転してきた店もある。特徴として、倉庫や、事務所を目的に応じて改装し、建物の壁を、ショーウィンドウに作り替えたり、店舗外にオープンカフェを設けた店舗などが軒を、連ねている。 また、卸センター加盟の業者が小売店に参入する動きもある。テナント出店の呼び水となった要因に広い道路に駐車禁止の規制が少なく、市中心部の表町や岡山駅前に比べて割安な家賃などがある。しかし、最近では市中心部より半額位だった家賃は人気とともに上昇傾向で差はそれほどなくなり、 自動車で訪れる買い物客の増加に伴い、駐車マナーに対する苦情も増えている。また、自由な気風の富山町の小売店には仲間意識はあるが、問題や課題に対応する連携組織がないため、卸センターの業者が新規出店の小売店を加えた新組織設立を検討している。なお、店舗は富山地テラス周辺から北地区に集中し、 対照的に南地区は廃業した業者の建物が解体され分譲マンションや駐車場に姿を変えている。公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されている。東組合は、岡山県繊維製品卸商業組合が中心になって設立。卸センター完成後、繊維業者を中心に、文具、雑貨、 ゴム履き物等の組合員76社が入居したが、現在は50社を切っている。共同施設として、組合会館、展示場等の施設がある。富山地はかつて、岡山駅前の本町や、表町横の中山下にあった、繊維関係の卸売業者が今地区に用地を取得し、昭和43年に移転し、岡山県、卸センターとして町開きした。当時、 富山市町周辺は、市内有数の国葬地帯で、西部地区整備事業が本格化していたために、町の周辺は、砂利道が多かった。その後、昭和63年に区画整理が完了し一帯は、近代的な町並みになっていったが、その間に、大型店を中心に、小売店が卸業者を通さず、メーカー直接仕入れる流通形態に変化してゆき、 個人商店などの取引先の減少により廃業、撤退する業者が増えたことで富山町は衰退していく。この状況を打開するため、平成12年5月に卸センターが定管を変更。卸売業者以外の入居が可能となり、割安な家賃と駐車規制が少ないことで、出店ラッシュにつながり、富山町近くを南北に走る。 国道180号岡山西バイパスの開通と、周辺でマンションや住宅団地の開発が活発になり、人口が増加したことなども後押しとなっている。動きとして、周辺住民向けのファミリーセールを定期的に行い、年末の12月のいずれかの日曜日1回には、正月用品と飲食ブースト、卸センターにある医療品問屋の格安販売が、 合体した催し物もある。なお、周辺の再開発及び施設の老朽化のため、2017年6月に、オレンジホールが閉館となることから、2016年をもって終了となる。その後、オレンジホールは解体され、跡地には、問山地テラスが2018年10月6日にオープンした。オレンジホールでは、 毎年各プロレス団体が試合を開催していた。ありがとうございます。